はい。何？桃太郎さん。し。バネだよ。しだよ。始まったよ。しだよ。ないです。しシーだよ、シーだよ。オッケー？うん。わかった。じゃあ静かにして。うん。はい。死だよ。うん。一生美女道。皆さんおはようございます。一生美女道の時間です。女性の起業をゼロからサポートする女性起業パートナーズ代表、そして税理士の及川元乃です。すいません、今日はちょっと、声が、枯れてしまって聞き苦しいかもしれないんですけれども、よろしくお願いします。一生美女道は沖縄県内の女性で起業して自分らしいライフスタイルを送りたいという方のためのお役立ち番組になればという思いでスタートしました。女性がありのままに生きることをテーマに、自分自身の経験を通して培ったビジネススキルや悩みの解消法、そして直感を使った楽しい生き方を発信します。さて、今日のゲストを紹介します。今日のゲストは及川佳代と及川一心です。はい、同じ及川の、今日は夏休みに入ったので、私の子供2人と、今日は出演したいと思います。さ、ツイッター、酒焼けとなってます。すいません、酒焼けじゃないんですけど、こよからしてしまって歌いすぎかな。はい、ちょっと今日はフリートークで、いきたいと思います。今日のテーマは夏休みの目標、はい、についてフリートークをしたいと思います。はい、今日は、ちょっと子供が夏休みということで、一緒に夏休みのやることと、目標をちょっと話したいと思います。さて、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowa.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。それではここで一曲をお届けします。畑本ひろでひまわりの約束。ちょっとだけ喋る。はい。
ついて聞こえなくなるよ、話したら。でも30分だっけ、一生美女堂、うん、ここが52分ぐらいになったらもう終わり。10時まで、うん、10時前に。わあ、すごいね、お姉ちゃん慣れてますね。いいかね。そう、じゃあ、参加にしよう。やりたいな。やばい、週間もあるなよ。スタンドバイミーうーよりただのようにあきめすなその優しさをすぐもいいな。そうかな、一緒に外しよった、うん、一緒、もう始まるよ始まるよ始まるよ。まだまだまだよ、しこれさ、握らなくていいか、これにつけて、これにつけて、これにつけないとダメ。こっち、一緒に喋るとき言うからね。静かにしといて、うん、静かにしなさい。私も喋るからさ。今日は、先ほどもお伝えしましたけれども、今日はちょっと子供と一緒に、出演させていただいていまして、今日のテーマはこれからもうスタートしていますけれども、夏休みの目標ということで、ちょっと子供と一緒に、お話をしたいと思います。ツイキャス、大友豊さん、親は魔の夏休み、子供は楽しい夏休み、本当ですよね。本当にあのうちの長女しっかり者なので、まあ、ちょっとこの夏どういう風に過ごすかっていうのをいろいろ話しながら、今、夏休みスタートしてるんですけれども、かやさん、はい、今年の夏休みはどんな風に過ごしたい、過ごす予定ですか？うん、楽しく過ごす。楽しく過ごす。そう、実は明日からですね、私たちの実家が埼玉県にあるので、明日から、飛行機で3人で出発、あと、4人で出発するんですけれども、埼玉にね行って、おじいちゃんおばあちゃんたちが待っているんですが、はい、どんな今予定がありましたっけ、おじいちゃんおばあちゃんたちと。どこに行くっけ、何も予定なかった。浅草。浅草。そうだね、明日は浅草に行って、その後おじいちゃんとおばあちゃん家に行って、でそれで何をしたい、おじいちゃんとおばあちゃんと。おじいちゃんとはなんか粘土作りしたり、うん、おばあちゃんとは買い物一緒に行ったり、うんうん、あと今度はおじいちゃんとおばあちゃんとあのカート一緒にいたままで、うん、旅行とか、どっかホテルとか行きたいなって。そうだね。あとニーニーも
あーそうだ。ニーニーとどこ行きたいですか？にあのニーニー私の兄なんですけど。ね、じゃあ、うん、ニーニーとはいつもの公園行く。いつもの公園、近所の。ま、うん、あのレモンティーまた買ってもらう。うん、そっか。ちなみに去年の夏、あ、キッザニア行ったのはいつだったっけ？去年の秋か。秋だったっけな。うんうん、行った順番は覚えてるよ、お仕事の。うん、キッザニアはね楽しかったよね。うん、あのですね、東京都にある子供がお仕事体験をできるというエンターテインメントがあるんですけれども、例えば宅急便屋さんとかピザ屋さんとか、あとなんだっけ、パイロット。カヤがやった順番は電車パイロット、飛行機パイロット、うん、ピザ屋さん、うん、CM タレント、うん、フラワーアレンジ。うん、そうだよね。それをやって何もらえたんだっけ？パイロットでは カードとキッザニアのお金、うんうん、電車も同じで、うん、それでピザ屋さんは自分で作ったピザと、うんうん、カードとお金、うんうん、で CM タレントは自分でやったから横浜とかの名物行ったんだよね。うん、その CD とカードとお金、うん、フラワーアレンジは自分の作ったかやくまさん、あ、お花で作ったくまさんと、うんうんうん、あとカードね、うん、お金は払ったからこっちが、うん、何が一番楽しかった体験して？やっぱりピザ屋さんだね。ピザ屋さん、そっか。かやのね人生の目標はコックさん、ね、しかも何だっけ、何料理だっけ？イタリア料理。イタリア料理ね。なんかちょうどそれを目指してる時にね体験できたそのピザ作りだったんですけど、もしね東京に行かれる方がいらっしゃったらこの、キッザニアっていうところでお仕事体験をしてお金をもらうっていうのを、とても子供にとってはいい体験かなと思ったりします。将来の夢の姉を、うん、あれ練習とかね、うんうん、そうそう、料理だからね、その料理を作ってで食べてもらってでお金をもらうでね、いい体験ができるよね。あ、ツイキャスで、お友さん、神戸のキッザニア甲子園、あ、神戸にもあるんですよね。すごい、神戸にもあの機会があったら行ってみたいななんて思ったりするんですけどね。あとは目標じゃない、夏休みはあれなんだっけ、あれって穴雪のアイスオンディズニー、わかんないか、アナと雪の女王のあの映画の、まあ、実写版ではないんですけど、あのアイススケートリンクで、まあ、その映画になぞらえたキャストでやるというイベントがありまして、それに、ちょっと行こうかなと思ったりしているんですけど、さてじゃあちょっと本題ね、夏休みに、まあ、いろいろ宿題とかもあると思うんですけど、どういう体験とか夏休みでどういうことができているようになりたいですか、岡谷さん？料理が上手になりたい。料理が上手になりたい。そっか、料理ね、普段もね作ってるけど、今年は料理の研究もつけて。ああ、そうだよね、あ、自由研究ね。うんうんうん、それどういう研究だっけ？何と何を、例えばじゃがいもの潰したやつとトマトの潰したやつの肉の焼いたやつをさ、うん、完全に混ぜたらどんな味になるかとか、あ、そういうの。完全に混ぜたら、うん、混ぜたり、全部まとめて焼いたりとか、うん、何々を使って、うん、どんな味になるかっていう研究をするんだ。でそれを自由研究でまとめて紙に、そうそう、書いて、うん、それからもっとそれを使って何かやっていく、将来、うん、将来、うん、できたらね。そうだね。なんでイタリア料理なんだろうね。日本料理とかじゃないの？いや、そういうのもやりたいけど、なんかお父さんとよく作ってるのはパスタだなって思って、うん、何をよ
作るんですかって先生に言われてからパスタって言ってみたら、うん、じゃあイタリアのコックですねって言われて、あの学習発表会の時にね、うん、うん、でも他にもフレンチのオムライスとか、オムレツ、そうだよね、フランス行った時さ食べたの、オムレツ食べたよね、うんうん、あれ美味しかったよね、美味しかった、うん、そっか、フランス料理ではないんだ、いや、いろいろ混ざってる、いろいろ、そうだね、まだわからないね、うん、そっか、でもなんで料理を、料理が好き、得意、得意も好きも両方、うん、あのきっかけは、うん、おじいちゃんと、おじいちゃんが手伝いに来てた時、沖縄に、うん、おじいちゃんと一緒に卵焼き作って、うん、それがきっかけ、あーなるほど、前なんかロボットパンしか作れなかった、あそうだねママが出かけてる時にね、遅かったから彼が作ったんだよね、うんうん、そうだね、でもそれがね今やりたいことがね、将来的にあの自分の職業だったりお仕事につながるとね、今やってることってとっても大事なことだなと思うんですけど、はい、じゃあ石井くん次、んじゃないよ石井くん、夏休みは何をしますか、何して遊びたいだ、何して遊びたい、石井くん好きなことは何ですか、車遊びと、あと何が好き、電車遊び、あとはおもちゃの遊び、おもちゃですねおもちゃ遊び、そっか、じゃあおじいとおばあのところに行ったら何をしますか、ん、遊び、何の遊び、おじいとおばあのおもちゃの遊び、何して遊ぶの、ん、消防車で遊ぶ、あー、あそこのでっかい消防車あったさ、うん、車が好きなんだ一緒、そうだね車と電車、あとは飛行機、飛行機と乗り物、乗り物ってまあいっか乗り物の新幹線とか、そうだね、あと今日ね、おばあんちとか行くときさ、あの新幹線と飛行機乗るってよ、電車もたくさん乗るってよ、そうなんだね、あの新幹線にとても興味があるみたいなので、ちょっと新幹線も、ね、乗る予定を入れたりしてるんですけど、じゃあ、夏休み、ね、8月31日までありますけど、そこまでに何ができてるようになりたいですか、まあ、料理はね、うん、そうだし、宿題をね終わらすのもそうだと思うんですけど、何を完璧にやりたいかって、うん、完璧、うん、完璧じゃなくてもいいな、なんか去年何が上手になりたいかって、うん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 、こっちの料理とか勉強も結構、うん、筆算とかさ、ちょっと難しいのとか、かけとか割りとか、うん、まだ学校でやってないけどちょっとやってみたいなとか、そうだ、ママは、あ、いい質問ですね、私はちょっと仕事も、兼ねて帰るので、東京のお客様と、まあ、いろいろ打ち合わせできる時間ができるので、まあ、ちょっと仕事をガンガン進めたいなというのと、昔の会計事務所に勤めていた時 の同僚が、いまして、で、まあ、いろいろ会計情報の交換とか、をしたいなというのと、あとはですね、東京と沖縄での その女性企業支援の、うん、なんていうんですかね、ちょっと温度差があるというのを、まあ、常々感じているんですけど、まあ、その女性起業支援、東京でやっているようなことをちょっと学んで、セミナーに行ったりして学んで、それをちょっと持ち帰ってきたいなと思ったりもしています。セミナーとか上手になりたいってこと？セミナー、セミナーに出て情報を仕入れて、それを沖縄に帰ってきて沖縄のみんなに発信していきたいなと。そういうの上手になりたいってこと、うんうん、いろいろ覚えて、うんうん、ですね、で、あとカラーの勉強もちょっとより
極めていきたいなと思っているので、そういった勉強もちょっと上手になりたい、東京に、うん、帰った時にしていきたいなと思っています。はい、あとそうかやさんの他の目標は、夏休みの目標はないですか？お友達と遊ぶとか。そうだね、うん、夏休みで上手になりたい方ね。絵はどうですか？あ、そうだね、じゃあかやがママに色とか、うん、ここはこういう色に塗った方がいいよって教えて、ママがどんなんだったら上手に描けるよっていうのを教えたら、そうだね、色彩感覚が、とても感性があるというかあるので、まあ、それを一緒に絵を描きながら、ちょっとおじいちゃんもね、おじいも絵が上手だからなので、一緒に、旅行した時とかに、景色を見ながらとか、そういう感性を育てるような機会も持てればなと思っています。ツイキャスで今質問いただきましたね。お姉ちゃん何年生かなと。2年生です。2年生ね、もうやっぱりね、女の子はとっても2年生でもハキハキ喋れる子多いなと思ったりするんですけどね、今年の夏休みはもう3週間ぐらい東京の方にいるので、普段沖縄で体験できないようなことを体験しながら勉強と、あとはちょっと感性を育てるようなことをやっていきたいなと思っています。はい、じゃあ一心くん、最後に何か一言ありますか？はい、おじいとおばあに会ったら何しますか？おじいとおばあと何して遊ぶの？おじいとおばあに、おじいは一心遊ぶ、おばあは、おばあ、おばあも遊ぶ、おばあも遊ぶ。じゃあニーニーは？ニーニーは一心とニーニーで散歩する。あ、公園ね。そうだね、一心何買ってもらってたっけ？あ、用具か。おじいは電車見る、ニーニーは新幹線見る、おばあはで、かやはね、今三国志にハマってね、もう全部読んじゃったよ、30巻まで。ちなみに誰が好きだ？主人公の優美と漢字調子と、 あと、ジョーンと馬長とコーチ、曹操とか職人みたいな。あ、コメ、そうだね、この中国世界史とかね、中国の歴史とかすごく興味があるみたいなので、いろいろ、ね、そういうね、本もちょっと東京で仕入れて、読書もちょっと大好きやっていきたいなと思っていたりします。すいませんね、今日の放送はちょっとこんな感じで、フリートークでやりました。実は8月この規制がありまして、この一生美女堂の8月の放送は、お休みという、形を取らせていただいて、9月から、いつも通り水曜日の9時半から、パーソナリティの花さんと一緒にお届けしたいと思います。それとちょっと告知になるんですけれども、8月6日7日、は宜野湾市の羽衣祭りが、宜野湾海浜公園で行われます。私は宜野湾商工会の青年部でも活動しているんですが、青年部が、毎年大きなイベントとして力を入れてやっているものでして、とても楽しいイベントですので、ぜひお子さんと一緒に遊びに来てくださると嬉しいなと思います。あともう一件、8月10日水曜日、これは夜、6時半からなんですが、堀江貴文さん、堀江門さんですね、が沖縄に、いらっしゃって、講演会をされます。場所が那覇市民会館ですね。会場が、5時半からで、定員1000名ですね。でチケットが一般3000円、学生2000円となっております。こちらですね、私の、Facebook ページ
にもアップしておりますが、ご興味のある方はぜひ堀江もさんに会いたいとかですね、お話を聞いてみたいという方はぜひ参加されてみてください。はい、今日はじゃあ最後かやさんの一言で終わりにしましょうか。何を言うの？いやだ。じゃあ、あの聞いてくれている方にいやだ一言。いや聞いてくれてありがとうございました。はい、ではまた、来月じゃないですね、9月に、放送、発信したいと思います。ねえママ冬休みもいい？うんうん、やった。はい、はい、では、今日の一生美女堂こちらで終わりにしたいと思います。お相手は、及川元乃でした。また9月水曜日の9時半にお会いしましょう。さようなら。さようなら。はい。ダメだ、ぐだぐだ。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、わかりました。違ってきて。